縁別町中心部周辺の空中写真。1977年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。縁別町は北海道のルモイ館内北部にある町、上川館内の美夫課長と並び、日本の稲作の北限地。愛ヌ語に由来するが諸説ある。 自然な解とされているものは、弁平に由来するとするものである。同様の語源を持つ地名と同様、何が悪いのかは不明であるが、幕末、明治の探検家、松浦武四郎は、魚類至って少なしと記している。また、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、羽幌線船、別の由来について、 ここの川は水質が悪く飲めないためとしている。このほか、長田法政庁、北海道江戸ご地名会では山の中に住むアイヌが浜の方に来て、この地のアイヌと語り合うのを楽しみにしているという民間語源によるイエペという説が載せられているほか、上別に由来するという説もある。ルモイ管内北部に位置する。主要産業は漁業、農業、酪農、林業など。 稲作の北限地。沿岸バス、沿別ターミナル道の駅富士見現在、町内を走る、鉄道路線は存在しない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道宗谷本線滅延駅あるいは、佐久駅。廃止された鉄道かつては、ハボ路線が運行していたが、現在は廃止された。ABCD、アイヌご知名リスト MO 西 P21 から30、P。 アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月20日閲覧。北海道駅名の起源。日本国有鉄道北海道総局。札幌市。1973年3月25日。第1版、110ページ。延別過去の気象データ検索。気象庁。2019年12月5日閲覧。 ありがとうございます。